なんで高校だるいやめたい、別にやめてもいいと思うけど、今一時の感情でやめたら後で人生だるくなるよ。お前どっちがいい、人生だるいのと高校だるいの？俺は人生だるい方が嫌やけどな。今グーグルしてみんなで調べよう。俺は誰で調べればいい？教えて。お前らが俺をグーグルと呼ぶなら俺は誰のことをグーグルって呼べばいいかな？お前らのことグーグルって呼んでやろう。したら持ちつ持たれつっぽくてよくね。人っていう字は人と人が支え、あのさ、人っていう字は人と人が支え合ってるってあるじゃん。いや別に棒と棒が支え合ってね。人という字は人と人が支え合ってたらすごい感じになるだろ。あれよりよく分かったよ。別に棒と棒が2つこうなって人っていう字ができただけで、人と人がとか言ったらややこくなるやろ。兵士にぶち殺すぞお前、誰が知りやねん。よく分からん、あの考え。何なんだあれ。そう、下の人の負担ができるし、やっぱさ、こう歴史ってそうなんだろうな。いつも必ず下の人間がいるだろう。上の楽する人間と下でその楽してる人間の分の負荷を背負っている、あの2つが成り立って初めて人なんよ。もうあの1個の感じに社会が成り立つと思う。勝ちと負けの勝ちと負けのよ。下の方がつれえじゃん、どう考えても。上はだってこうやってふーんって寝転がっただけやんか、まあ、下のやつが必死こいてこうやって、あの頃から社会がああいうふうにできてんだよ。諦めな。お姉さんみたいにスカッとしたセクションマジやめた方がいいよ。これ結構好き嫌い分かれるよそう、ずっと格差社会なんだから。保育も上だよね。俺上やったんや、よかった。お前ら俺のこと支えてくれよ。俺ずっと勝って寝転がった時にパーンって、お前らが勝ってうーっつってしてくれよ。悔しかったらお前も上で寝そべる側になれ、頑張れ。入るっていう字も一応人と人がさせる。いや、入るっていう字は上になんか消費税みたいなやつがくっついとんやん。このここが、ここがあるやん。これが、この消費税がようわからん。説明つかんじゃない。どうも下側のやつです。悔しくないんか。立ち上がれお前。諦めるんじゃねえ。自分の限界を自分で決めちまうね。悲しいだろうな。